今日のレースは、トップグループが5、6台いて、ポジションをキープするのが難しかったんですけど、序盤はトップ1、2番手を走行できてたんですけど、後半順位を落としてしまい、最終ラップも順位を上げることができず、4位になってしまいました。で、表彰台に乗ることができなかったんですけど、今回学んだことを生かして次のカタルニアでは優勝を目指していきたいと思います。